がバックアンドストレートで意識するところはですね、やはりフォアと一緒でフォロースルーです。いかにフォロースルーを伸ばして体重量ができるかというところをね意識してるので、ではやってみます。超怖い。はい、グリーティングス。それではバックハンドのストレートドライブをお見せしたいと思います。僕が意識することはフォアハンドと基本的に似てるんですけども、なるべく低いところで打つ、高いところよりも低めのところで打つ。そしてバックハンドの時はどっちかっていうと、もう外側から回り込むイメージ、回り込むイメージ、これをこうイメージでぐるっと回してくるようなイメージで最近やってますね。もちろんこういう低い球は取るだけでするんですけども、時間があるときは内側から前に見えるし、そして体で打つってことを意識しないといけないので、やっぱりこう右肩を顎の下に入れるなんていうのが言ってますよね。これをすることによってコースが大丈夫になるので、さあやってみます。さあ、今宵も始まりました。オールナイトグリーティングス。それでは、マスターと遠藤でやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今宵の動画はバックハンドストレートドライブ。あれ、ちょっと発音が悪いな。リピートアフターセーブ。バックハンドストレートドライブ。バックハンドストレートドライブ。ということで、ただただストレートを打っていく動画でございます。こちらはね、フォアハンドバージョンもあるんで、そちらもよかったら見てください。ストレートを、今回は3人ですね。先ほど、フォアの、一本撮りです。僕らはやり直しません。なぜかというと、めんどくさいから。それでは、松田さん、このバックハンドストレートドライブローテーションのやるときの意識することを教えてもらってもいいですかね。そうですね、やっぱり、T からの動きを意識してほしいですね。あんまり3人だから言って時間があると思って T の後ろにずっと相手の後ろにずっといて T に戻らないっていうのはね、悪い癖になってしまうので、しっかり T に戻り、そしてボレーカット入れるように意識をして、さらにやっぱりコースよくね、まあいろいろ意識することが多くて、ちょっと何を意識すればいいと思ったら、まあとりあえず球をサービスボックスの後ろあたりに来れば、まあ結構おらへんと思いますね。なるほど、増田さんにしては結構深く話してくれましたね。基本的にね、多くの選手はバックハンドの方がねコースがいいので、フォアハンドから来た方はね、あ、バックハンドのコースいいんだなって思った方もいるかもしれませんけど、皆さんもね、バックハンドでラリーすることは結構多いと思うんで、フォアハンドよりもね、バックハンドをしっかり練習できると試合でも勝ててくるようになると思います。これね、長さ的なところで言うとね、増田さんはね、サービスボックスの後ろと言ってきましたけどね、これ試合によって流れによって長さを変えることも重要です。そうですよね、増田さん。そうですね、まあ基本自分がいいポジションにいるときは、まあやや短めで2番目を意識、2番目が後ろの髪より前に弾むように、で
まあ、自分が悪いポジションの時はなるべく大きく打ってゆっくり打って自分に時間を作るようにという感じですね。なるほど、勉強になりますね。攻めてる時と守ってる時でストレートの長さや質を変えるということですよね。はい、ためになるな。すごいな。ということでだんだん話すこともなくなってきましたね。ただこれ一本撮りで止めたりしないんで、もう話すしかないんですよ僕ら。話すことあるかな他に。まあでもね、面白いことにね、一人一人なんか全然スイングが違いますよね。やっぱそれぞれ自分の合ったスイング、いろんなスイングを試してみて、いろんな人のスイングを真似してみて、一番自分に合うショットを探してみるっていうのがね、いいと思いますし、まあ、何よりもそれをしっかり練習してね、自分の体に染み付けることね、そのなんて言うんだっけ、まあいいや、遠藤さんのスーパーショットご覧あれ。うまい、リプレイ。うまし、この凄さが分かるようになったらあなたも一人前ですよね。ということで。ちょっと待って。